どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回は久しぶりの対談動画なんですけれども、今まではな、日本一周してる人とかバイクでね、自転車でとかバイクで日本一周してる人にターゲットを当ててきたんですけども、もう今回ちょっと特殊な人、あの山登りの人を呼んでて、正直僕ちょっと山登りのことよく分かってないんですけども、ちょっといろいろ伺いたいと思うので、今回のゲスト D 君をお呼びしたいと思います。 D 君、ここら辺で大丈夫です。あ、OK、はい、です。映ってますね。はい、よろしくお願いします。お願いします。 D 君です。お願いします。 D 君です。お願いします。はい、お願いします。 D です。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介軽く決めていいですか。はい、とりあえず今僕がやっていることが、はい、裏百名山一筆書きということをやってるんですけど、はい、それが何かというと、そうですね、僕もなんかよくわからなくて多分皆さんわからないと思うんですけど、うん、まあ、山登りしてる人はわかるんですけど、見たらそのまあ、裏百名山っていうのが自分なりの、とか自分だけの百名山を作るってことで、まあ、一筆書きっていうのが、その見たら人力で全てを、登っていく、なるほど、っていう、まあ、山をつなげていくっていうことで、まあ、一筆書きっていうことなんですけど、そういう意味での一筆書きなんですね。そうなんですよ。全然わからなくて、なんか書くんかなと思って、なんか皆さんからよく言われるんですけど、はい、そのたんびにご説明はしてるんですけど、まあ、いや、はい、はい、その一筆書きっていうチャレンジをして、まあ、まだ初めて2ヶ月経ってないぐらいなんですけど、そうですよね。なんか、どこから出発したんですか。はい、一応出発は高知の、あの四国の高知から出発をして、そこからまあ四国を回って、うんうん、でしまなみ海道も歩いて、はいはいはい、本州に渡って、うん、で広島山口で関門通って九州で今阿蘇で、そう、まあ、ちょっと長崎ももうぐるっと回ってきて阿蘇なんですけど、はいはいはい、まあ、でももう実はもう22座を登頂してまして、早くね。だってまだ出発して2ヶ月もう経ってないんですけど、なんで多分このチャレンジ中に100座と言わず、はいはい、まあ多分100は絶対超えるんですけど、まあでもその登った中で自分なりの裏百名山を作るっていう、はい、チャレンジをしている、26歳。はい、26です。今年26です。平成6年生まれ。平成6年ですね。あ、じゃあ僕5年なんで。はい。1個下です。ちょっといろいろ話を聞いていきましょう。はい、お願いします。お願いします。何の話しましょうか。何の話。ここら辺からもう適当でいいです。はい。とりあえず山登りを多分知らない人からすると。はいはいはい。多分なんだろうな。まあ、山ってすごい綺麗で。綺麗ですね。まあ、多分めちゃくちゃ今映えてると思いますもん。めちゃめちゃ多分そう、綺麗で。ここの場所も D 君が指定してくれて、僕知らんくてこんな場所あるの。熊本県民なのに。めちゃくちゃいい場所やんと思って。見つけちゃいました、ここ。うん、で、まあ、とりあえず阿蘇と猫岳っていうところなんですけど、はい、ここはもう全部登ってきた山なんですけど、マジで。まあ、またこう、その時はもう本当、山の天気ってすごい変わりやすくて、はいはいはい、もう本当になんか晴れてて、いきなりこう、風がビューってこう吹いてきて、はい、で、なんかこう一気に視界がなくなったり、こう天気がこう急変するっていうのが山の天気ってやつですね。そう、やっぱり特徴なんですけど、はい、ちょうど僕はその高岳っていうその阿蘇で一番高い山に登った時が、はい、そのもう一番こう天気が悪い時で、はいはいはい、展望が全然なかったんですけ ど、 なるほど、まあなんかでもその景色も、まあ、なんかそのガスってすごく荒々しい山の天気も僕はすごい好きで、なるほど、やっぱりこう晴れた時だけじゃなくて、こう曇った時とか、あられが降る時もありますし、そういうとこも込みにして、やっぱ山っていうのは素晴らしいものっていうのがあるんですよ。ね、まあでも僕もまあ旅してるあれですけれども、うんうん、やっぱりこう晴れた天気で景色がいい時を求めがちだけども、うん、雨の日とかとも意外と、うん、僕は地球岬っていうところに行ったんですよ。はい、北海道なんですけど、はいはい、その日まあ岬から見下ろすともちろん海があるんですけども、うん、その日めちゃくちゃ濃霧で霧で、うんうん、逆になんかなんだろう。雲の上みたいになってて、で岬がこう覗き込むと海やけれども崖、うん、海やけれども濃霧やから全部雲みたいになってるんですよ。雲海みたいになって、そう、雲海みたいになってて、わーと思って、もうだからそういうの、まあ、山とかにもそういうやっぱり、うん、特に朝のご来光を見に行くっていうことが、はいはい、登山の中でもまあ一つの、はい、まあ、アクティビティとか、まあ、と楽しみがあるんですけど、はい、朝っていうのはそのまあ山頂に行ったら、うん、まあ、こう住んでてこうすごい綺麗な夜もあるんですけど、うんうんうん、山頂に行った時すごいガスル、まあ、あの登山用語でガスルっていうのは有毒なガスじゃなくて、はいはい、その雲がかかってるっていうことをガスルっていうんですけど、はい、まあ、曇ってるんですけど朝になってその太陽が上がってきたらその太陽のこのまあ気温が上がってその雲がちょっとまあのくんですけど、うん、その時にこう開けた時にスパーッとこう雲海が広がる時があるんですね。それがもうなんか本当何とも言えない、なるほど、写真とか動画とかでは絶対伝わらない、なるほど、なるほど、っていうのがあるのですごいわかります、僕も。なるほど。雲の、なんか
そうですね、まあ、百名山は残りだから80ぐらいあるわけじゃないですかね。まあ、なんかどのくらいの期間とかそういうの予定あるんですか？あ、期間は、まあ、あんまり決めてるようで決めてないんですけど、うん、とりあえず、まあ、いろいろ考えてるんですけど、多分まあ1年から2年ぐらい。結構ありますね。まあ、なんか多分一周、日本一周したら1万2000キロぐらいにはなるかなっていうのはまあ思ってて、で、ね、はい、で、まあ、大体僕1日、まあ、40キロ前後歩くので、はいはい、で、まあ、多分その天気のあれもあるし、まあ、雨だったら、どうしてもすごい雨だったら山を登るのはすごいリスクがあるので、うん、はい、でそこでまあ立ち止まることとかもあるので、まあ、そういうのも計算して、うん、まあ、1年からまあ2年、うん。結構じゃないですか。え、すごくない？あ、でもこれちょっとね、言いたいことあるんですけど、うん、まあ、言うたら僕のところにも、なんか、いろいろ挑戦してる人からメッセージ来て、いろいろ、こういう撮影とかしてくれませんか、うん、とか、宣伝してくれませんかっていう声は本当にたくさんあるんですよ。うん、その中で、まあ、なんで D 君とこうやって会ったかっていうと、すげえしっかりしてて、その文面が。うん、ありがとうございます。なんて言えばいいかな。例えばこの場所も D 君が、教えてくれたんですけど、その前に、指定してくれた場所があるんですけど、はい、ちゃんとな地図付きでこことかで撮影とかどうですかって言ってくれて、あ、めっちゃできる子やんと思って。でもしかもそこも行ってくれたんですよね、そこね。通ったんかな。そうですね、通りました。通ってくれて、はい、車の通りが多いからちょっと変えましょうって D 君から言ってくれて、で結局ここになったんですけど、めちゃくちゃいい場所で。いや、僕も変えてよかったな。いや文面もやっぱ違うし、やっぱしっかり考えて行動できてる人とか、こう目標がある人っていうのは、なんかその、まあ、1年先2年先さっき言ったけどに点を置いて、その点に向かってこう行動できるから、なんかこう話してて面白いというか、逆にその点がない人はなんか何話してもこうあっちこっち話がぶれちゃって何がしたいのかよく分かんないけど、だからそういった夢というか目標がある人っていうのは面白いなと思って、何かこう、何か、僕は正直山のこと分からんけど、何かこう同じようなことしてる人が何かきっかけつかめるような動画になればいいなと思って今撮ってます。なんでなんか伝えたいことがあれば、なんかたくさん、ね、伝えたいことも一番、はい、まあ、僕がまあその旅を、旅というかまあこのチャレンジをする、まあ、きっかけになったことが、そのまあこの今年の年末にその四国の石鎚山っていう山があるんですけど、はい、まあ西日本で最高峰の、はい、まあ、大体2000メートルぐらいなんですけど、はい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 、そこをその高知の桂浜の海抜0メートルから登ろうっていうのをやったんですよ。変態やな。それは1週間かかって、いや、そんなかかるんだ。まあ、その行って往復するので、あ、なるほどなるほど、行って帰って全部人力で行くので、うん、で、まあ、そのチャレンジをやる中で、まあ、もちろんその石鎚山に登頂できたっていう喜びももちろんありましたけど、うん、その僕がどっちかというとすごいなんか思い出に残ったというか、その最後にゴールして、うん、こうすぐに振り返って思い出したのが、その道中のいろんな人の出会いがやっぱりあったんですよ。結局そこなんですよ。そうなんですよ。やっぱりその石鎚山を登頂するっていうのは、まあ一つの目標ではあるんですけど、うん、僕としてはそのチャレンジで思ったのは、それはもう単なるおまけであって、うん、その道中の道草を楽しむことが本当にこう旅の醍醐味だなっていうのを思って、で、ね、うん、でそれをその1週間とか、まあ8日、まあ、その時はその年末のその年末休暇でこうがっつり休暇があったのでできただけで、はいはいはい、でもそれをやった、それ1週間とかで終わるのはすごいもったいないなと思ったんですよ、僕は。だったらもうやりたいことをそこでもう見つけちゃったんで、うん、だったらもう全部投げ出してやめちゃったんですか。しがらみも全部取っ払ってなるほど旅しちゃったら絶対楽しいじゃんって、なるほどなるほど、それでまあ旅をしてるんですよ。なるほどなるほど。ってことは4月とかにやめちゃったってことですか。あ、でも9月です。あ、なるほど。スタートが9月なので、はいはいはい。で、なんで9月かっていうと、まあ、資金的ないろいろ計算して、うんうん、で、まあ、1年から2年とかをかけて旅をするなら大体このぐらいの資金がいるなとかっていうのを考えて、で、まあ、その時の今のあるその貯金であったり所持金を考えて、あ、じゃあこれ働いたらあれちょっと目処が立つなっていうのが9月だったので、うん、なるほど。そこで9月に辞めて、でチャレンジスタート、もうそのままスタートしたんですけど。ちなみに費用とかってどのくらいなんですか。1日どのくらい使うとか。その、まあ、多分いろいろ、まあ、いろんな旅の人がいると思うんですけど、まあ、僕の場合は、はい、もう本当食事にほぼ全特急みたいな感じであんまりお風呂とかも入ってないんですけど、はいはいはい、まあ、とりあえず食費が1500円。
1日。てかもう1日が1500円って考えてるんですよ。はい、で、まあ、1500円。まあ、まあ普通っちゃ普通ですよ、うん。高くもなく安くもなくっていう。ね、うん、やっぱりこうどうしても、最初はちょっとケチってあんまり使ってなかったんですけど。まあ、でもその山登りは体力が。そうなんですよ。で、やっぱり特にロードも全部歩くので、うんうんうん、やっぱりその体力というかカロリーがめちゃめちゃやっぱり消費するっていうので、うんうん、ケチってたらすぐに体重減ったんですよね。なるほど。5キロぐらいスッと。はい、で、やっぱり体調面も良くなかった。ってことっていうのがあって、もうやっぱり食事は絶対的に大事っていうのをそこでまあやっぱり思ったので、はい、もうめっちゃバクバク食べます。はい、それ1500円内で ?1500 円内で食べますし、うん、で、まあ、また山の。さっき唐揚げめっちゃあったもん。あれめっちゃもうこれからまた食べるんですけど。まあ肉というかまあカロリー高くて。タンパク質とか。なるほど。そう、やっぱりで山登りするときは、うん、その山にお店とかないわけですよね、うん、もうでなんか喉乾いたから自販機があるわけでもないし、うんうん、なんか服があるわけでもないし、うんうん、っていうので、まあ、その僕も3日間ぐらい山にこもったりするんですよ、はいはい、でなった時にもうカロリーをめっちゃこう取れるものを優先してこう入れていくっていうことをしてるんですけど、だからもう本当1日山入ってたらお金使わないんで、あ確かにそう言われてる、0円になる、確かに。だからまあなんか前もって本当4500円ぐらいバーンと使って山こもってみたいになって、うん、熊みたいな感じなんですね、冬眠するのだから、まあ大体1日平均1500円ぐらいを使ってる。あなるほど。じゃあ何だろう、バイクで日本周が大体1日3000円ぐらいかかるんですよ、ガソリン代入れて。あ、なるほど、なるほど。けどガソリン代入れてやから、うん、まあでもそうだよな。まあ、食費で、うん、あと温泉、洗濯、うん、洗濯とかはどうしてるの？そう、洗濯は、だからもうこの時期はあんまり僕してんの、まあ、ね、夏場は、そうですよね。まあ、川とかで、ジャパジャパってやってるんですけど、うん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 、もう、やっぱ動くんで、はい、どんだけ洗濯して綺麗になっても、もう数時間後にはそうですね。びしゃびしゃなんですよ、ね。キリがないですね。はい、だからもうなんか、最初の方はちょこっとこう気使ってたんですけど、はい、なんかまあ人と会うときはそのもちろん洗濯とかしますけど、もうそれ以外でも自分だけでずっと行ってるんで、そうですよね。その時はもう別に臭かろうがなんだろうが別に死ぬわけじゃないので、僕もオーストラリア州中は13日とかお風呂入ってなかったです。そもそも水がないっていう。そうそう、だからもう日本ってすごい恵まれてますよ。いや恵まれてますよ、みんな。だから50キロ進んだらまず街に行けるというか、そうですね。何かしら人がいるし食べ物があるし、そうですね、だからまあすごい恵まれてるなと思います。ヒッチハイクでオーストラリアしてる時は次の街ネクストタウン800キロと書いてあるんですよ。おい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 と思って。だから考えられないよ。考えられない。こっちじゃし、あのさっき13日間僕お風呂入ってなかったって言ったんですけど、水道はあるんですよ。から歯磨きとかはできるんですよ。顔洗ったりとか。まあでもシャワーは浴びることはできないっていう感じだったんですけど、その歯磨きすらできない時とかってあるじゃないですか。それが続くと。なんだろう、水道、例えば3日、1週間ぐらい歯磨きしてませんでした、うん。で、8日目に水道がありますと。水道やと。水ついで、顔洗って、うん、ってなるんですけど、歯磨きっていう、なんだろう、行為が頭の中抜けてるんですよ。から、うわ、歯磨きしてなかったってなるんですよ、次の日。水道あったのにと思って、っていうなんかこう、エピソードもあった。あまりにもしなさすぎて、その行為が抜けてて自分の生活の一部から。いや人間ってやっぱすごい人間すごい慣れるんやなと思って、ね、でもなんか本当になんだろうな、まあ、まあ今までずっと家の中っていうかね、うん、まあ、安全の家の中とかにいたり、うん、まあなんだろうな、洗濯機があったりとか冷蔵庫があったりとか、ね、まあなんかふかふかのお布団があって、うん、ね、暖房があってとか、うん、そういうところでまあ暮らしてきて、うん、けどまあそれを全部取っ払っても全然僕は快適、うん、やっぱり外にいてもこういう旅した方が僕は逆に面白いというか、うんうん、なんていうか僕がまあこういう時にいつも言ってることがあるんですけども、まあ、日本っていうさっきも言ったけど日本っていう国はすごく便利な国やから、うん、みんなこう考えるということをやめちゃってるところがあって、うん、例えばまあそれこそ、まあったかいとか寒いとか、うん、まあなんか食事を温めるとか温めないとか言っても何でもそうやけど、うん、コンビニとかもね、うん、そうやけどあまりにも便利すぎるから、うん、みんな工夫することを忘れてるんですよね、うん、けどまあこの話またいつも例える話なんですけど、うん、おやつの300円以内ってあったじゃないですか昔、うんうん、あれって300円っていう制限があるからこそその範囲内で工夫するのが楽しいと思ってるんですよ、うん、であれがなんか無制限やと面白くないじゃないですか、うんうん、300円の中であれがこうとかどれがこうとかっていうのが楽しかったのにいつの日か僕らはその制限がなくなっちゃってるから、うん、日本っていう国にいてからなんだろうあえて自分で制限を設けてこのルールの中で楽しむっていうことができない国、できないっていうか、
を やるとすごい楽しいなって思うんですよ、僕も。旅とか、それこそキャンプとか、まあ、日本酒とか、多分登山とかも一緒だと思うんですけど、工夫するからこそ楽しいっていうのがあって、けどなんだろう、日本はすごい便利な国だから、なんだろう、僕がさっきも二人でね話してたけども、日本一周してるってめちゃくちゃ増えてるんですよね、多いですね。なんかたくさんあったって言ってたんですかね。ありますけど、僕が、まあ、8年前、まあ、20歳の頃日本一周した時はそうでもなかった、今ほどやっぱ多くなかったけど、なんだろう、便利になればなるほどそれを求めてる人が多くなるんやなって思って、からそういう理由で、まあ、こういう動画も僕撮ってて、なんか何かこう、何かね、掴めるものがあればいいなと思って撮ってるんですけども、皆さんどうですか、次は皆さんの番ですからね、してくださいね。いやでもなんかだすごい便利になってる世の中、だからこそなんか、なんだろうな、車とかバイクとかがもう当たり前のように走ってるの中で、あえて僕はもう人力っていうチャレンジ、人力ってすごいですよね。もう人力やべえな。まあ、だからまあ周りから見たらすごい、まあ、変態なんですけど、まあ変態ですね。夜中に普通に道路走って歩いてるんで、うん、まあなんだろうな、なんか車とか使っちゃうと、なんかすぐ終わっちゃうじゃないですか。まあもうそうですね。一周、まあ、はい、それはもうもちろんなんかゆっくり行こうと思えば行けるんですけど、まあ、歩く旅だからこそやっぱりなんだろう、いろんな景色をゆっくり楽しめるというか、五感でその自然というか、この日本をこう感じることができる。なるほど。やっぱりこう、特にその、まあ、あそこを登った時も、あの阿蘇を登った時も、はい、硫黄の匂いがすごいんですよね。はあ、でもなんかあそこって、今結構緩くなってるんですよね、規制は。もう前はもう全然入れなかったですもんね。1ヶ月前か2ヶ月前は。あ、多分、はい、ね。最近は落ち着いたっす、はい。なんか本当最近になってこの登山ができるぐらいまでこう緩和できたっていうので、本当奇跡的に僕もこう登れてるんですけど、最近は登山ブームなのか、結構やっぱり、登る人が山ガールとかも、ね、あ、そうですね、山ガールの方が、はい、もうこの間その九十連山のところに登った時は、はい、ちょうど日曜日で、はい、で紅葉がすごい、もうわあめっちゃいいじゃないですか、もうドンピシャな、ちょっとここら辺はまだあれやけど、本当にあそこの猫岳っていうところはもう紅葉が多分ピークちょっと赤、ちょっとそうですね、多分向こう側が一番ピークで、あ、なるほど、ここ結構岩肌が見えてるのでなんですけど、まあその紅葉がすごい、紅葉と日曜日っていうのが相まって、はい、めちゃめちゃ人がいたんですよ、はいはいはい、だからもう山の上なのに渋滞が起こるっていうことが起こってるんですよね。あ、やっぱブームな、アウトドアってやっぱブームですね。そうなんです。やっぱりその山登りを、まあ、その老若男女、うん、老若男女を、まあ、問わず、まあ、いろんな人、年齢層の人が来るんですけど、もう本当、まあ、九十とかは有名な山なので若い人がすごいんですよ。うん、あそこなんか駐車場もあるし登りやすいところですよね、確か。はい、で、まあ、またその山の中に温泉があるんですよ。あそこで。それは知らんかった。はい、もう自販機もあるんですよ、山の上に。おお。だからすごい登山者が多くて。初心者向きみたいな感じですね。そうですね。はい、で、まあ、テント場もすごい広くて。で、ね、本当にだから登山をする人とかがそういった、そういう施設が増えてきてるのもあって、すごい。ぐんと増えてきてるんですけど、その分やっぱりその装備が不十分だったり、その山をあまり知らずに行ってしまう人が結構多くて、それはでも何ていうか、アウトドアの宿命というか、まあキャンプもね、僕その今日月曜、今日は火曜日かな、けどその土曜日にまあキャンプ場でイベントがあったんですけど、やっぱそこでもクリーン作戦というのがあって、キャンプ場をきれいにしましょうっていうイベントだったんですけど、やっぱりこう YouTube とかでキャンプがブームになって、たくさんの人が入ってきたけれども、やっぱマナーが追いついてないから、どのね、世界はそうだと思うんですけども、特に自然やから、まあゴミを捨てたりとか、キャンプやったら火をついて、直火跡があったりとかっていうのもあるけど、まあ徹底しなきゃいけないと僕も思うけれども、でもこれ一つだけまして、でもね、それって諸刃の剣なんですよ。YouTuber は、こう、道具の使い方だけじゃなくて、そういうマナーも徹底しろって言われるけど、でも僕も完璧じゃないから 100% 絶対ってないじゃないですか、からね、まあちょっと怖いところはある、その動画を作ればいいんやけど、そんなかけど、なんかさ、普通になんか僕も無意識のうちに何かやってるかもしれないし、ああ、そう、僕もだから本当それを見て、その人とかディスるわけでも全然ないですよ、だってもう人間は完璧じゃないから、だから僕もだってその
失敗する言葉ももちろんあるし、僕も失敗するし、なんなら多いぐらいだし、いや僕も多いぐらいです。だからなんかそれを見て僕は明日は我が身だなっていう、うんうん、やっぱりこう自分に置き換えて、そうですね、反面教師というかそういう風に僕は見させてもらってるんですけど、うん、僕もなんか誰かからめちゃくちゃ専門的な教育を受けたわけじゃないから、キャンプに関して、うん、旅とかも関して、じゃあそれが合ってるのかとも分かんないし、うん、うんうん、ちょっとそこはでもまあでもなんだろうな、うん、まあ声を掛け合ってこう監視し合うじゃないけど、うんうん、ちょっとずつ良くなっていけばいいなっていう、うん、まあでもこれは今はそのアウトドアブームと言われてるけども、まあ最初の頃はそれは仕方ないことかなと思う、うん、けどもやっぱりその有志の人たちがまあ声を上げて行動して示していけば、まあ日本人やからそんなゴミ拾ってる人の隣でゴミ捨てんから、うん、そういうのをこう示していくっていうので僕はちょっとやっていきたいな、うん、なんかこうツイッターとかでもあるじゃないですか、なんかめちゃくちゃに言うやつ、はいはいはい、あのアンチコメントですかね、そうあてかその知らない人に対してすごく言うの、はいはい、あれは正直良くないと思う、うん、僕もあれは良くないと思う、よりも、うん、こうだよって教えていったりとかっていうのが大事やから、そんなね高いね安全なとこから攻撃してんでもいいやんって思う多分どの分野でもね、釣りとかもそうやし、アウトドアそうだね、うん、アウトドア全般もそうなのかなって思うけど、なんかもう揚げ足取ってくる人もいますよね揚げ足取る、そこまではせんでいいやん、うっかりじゃないか、うん、わざとはそれはもちろんいい、良くないけどそれはあれかもしれんけど、うっかりの時にそんな攻撃せんでいいやんって、なんか鬼の首を取ったかのように、うん、そこはねでも、うん、難しいところだけども、うん、まあ、マナーはまあ向上していけばいいなとは思いますよね、うん、まあ、僕もこの登山はこういう風に一筆書きっていうチャレンジをする、うん、でまあ、僕その登山始めてまだ3年ぐらいになるんですよね。あ、そんなもんなんですか。そうなんですよ、まだ なんかすげえベテランかと思ったまあその、まあ、僕学生の頃こうスポーツをしてて、それでまあ山に入ってこうトレーニングっていうのはあったんですけど、はい、なるほど登山っていうのを始めたのは3年ぐらいなんですよ。実は僕もですね、登山めちゃくちゃ興味あって、あ、ほんですかまあよくのその自然は好きやからはいはい、はい、登山いいなと思って、やっぱりこう山頂で見るのはどこから始めていいか分かんないっていうのがあるから、まあ、YouTube とか見て勉強すればいいかもしれないけど、でもなんか最初一人とか怖いから、うん、あでも僕最初どんなきっかけで始めたかっていうと、なんだろうな、聞きたいそれ、もともと全然その登山っていうものを全然しなくて、はい、まあ、スポーツは好きだったんですけど登山っていうのはしなくて、はいはい、でなんでそれを始めたかって言ったら、その、まあ、仕事をしてて、うん、普通に彼女がいたんですよね、はいはいはい、彼女がいて、まあ、はい、まあ、なんだろうな、まあ一般的ななんかそういう、まあ、生活をしてたんですけど、はい、まあ、その彼女に振られたんですよね、うん、で振られてなんかまあぽっかり穴が開いたんですよ心の中に、うん、でその時になんかこう不意に山に行きたいってなったんですよもうこれはもう今でもそのなんで行きたいかっていうのは分かんない、呼ばれてたんですね、多分第6巻から多分呼んでたんですね、呼ばれてたんですね、うん、シックスセンスがこう呼んでて、うんうん、でまあその時にその登った山がもうほんとすごかったんですよ。それはまあ高知の平家平っていう、いやめっちゃ明るい、あそこに行って、もうなんだろうな、そこはもう草原みたいな、こうあんな風にこう杉の木がこうバーって生えてるんじゃなくて、もう山頂は森林限界で木があんまり生えなくて、はい、もうだからこんな草とかが生えてるぐらいのところで、もう360度パロナマ、はい、パロナマ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 、パナロマ、パナロマ、分からんけど360度もう、はい、もう何もない、遮るものがないって、はいはい、いうので、もうそれを見た瞬間になんか自分の世界が変わったんですよね。めっちゃわかる。僕も実はその警察官辞めた後、高校生の頃にあのバイクで日本一周してるような人を見て、あ、バイクで日本一周したいなと思ったんですよ。で警察官辞めた後、初めて行ったのがあの壱岐っていう島なんですよ、に、原付バイクで行ってやったんですけど、めちゃくちゃ最初怖くて、夜が、夜のこのこういう音、海風の音とかね、海の隣のキャンプ場だったんで波の音も怖いし、で離島やから人工の光も一つもないし、めちゃくちゃ怖くて帰ろうと思ったんですよ次の日僕で、8時ぐらいになったら電波も繋がんないし、もう何もないから、何もすることないから寝るしかないじゃないですかね。そうしたら早すぎて寝るのが、夜中の2時ぐらいに目が覚めたんですよね。でテントバーって開けたら、まあ、目の前海やったんですけど、もうめちゃくちゃ満天の星空で、それを見た瞬間、今までその怖いと思ってた風の音とか木々の音とか波の音が全然怖くなって、その一瞬で、から僕はそのまあアウトドアっていうか、キャンプというか旅というかっていうのにハマって、だからそのなんかパノラマを見て感動したっていうのはすごいわかる。多分なんだろう、そういうアウトドアが好きな人ってそういう経験あると思うんですよね。何かしらその心をなんかなんていうか、こうなんだろう、世界が変わった瞬間っていうのが、
っぱりなんかその写真とか動画、うん、まあテレビとかでよく見る 4K とかでも見、うん、すごい綺麗なものを見ても山に行きたいっていうのは全然思わなかったけど、やっぱりそれを実際行って自分の目で、うん、やっぱ自分で登って自分の目で見た景色っていうのは、うん、やっぱりその、うん、なんだろうな、そんなテレビとかそういうもんじゃ絶対表せない感動、うん、あれ何なんだよな、マジで。あれは何なんだ。しかもね、一人でした、その時。その時は友人が一人いたんですけど、もうドハマりですよね、もうそこから。で、僕一つここで言いたいのが、一人で行ってほしいなって思うんですよ、その時。これが例えばめちゃくちゃ仲のいい友達とかったら、なんかわあ綺麗ウェイで終わっちゃうんですよ。うん、じゃなくて一人でおることによって本当になんか外的要因がなくて、恥ずかしさとかそういうのもなくて、自分の感性で考えて感じられるから、なるべくこう一人とか、まあもしくはベストフレンドみたいな感じで、自分が素の状態入れるときにそういう景色を見たら、時にこそ自分の何、心のものが反映されるというか、これが例えばなんか、なんていうかな、例えばじゃあ修学旅行でそういうの見てもさ、泣いたりできないじゃないですか、そういう周りにいると、友達とかいると。けど一人やったらもしかしたら泣けるかもしれないじゃん。から一人で行ってほしいなって僕は思う。うん、もちろんさ、旅とかもね。うん、特にもう自然とかは特に、うん、なんだろうな、自分一人で行くとこ、うん、そこに自分の身をこう置いて、うん、なんかいろんな自分との対話もできるし。そうなんですよね。うん、なんかそこがすごい大切な時間、自分を育ててくれる時間なのかなとはすごい思います、僕も。さっきの話の延長ですけど、僕もオーストラリア一周してた時に、うん、もう端っこも端っこ、うん、オーストラリア大陸の端っこにいたんですよ、うん、ファッて下見るともう 100メートルぐらい崖で、でそれがもうなんだろう、見えないぐらい続いてるんですよ、崖がバーって。もうオーストラリア大陸の終わりおったんですけど、もうな、まあその景色もちろん感動したしけど、電波も入らないし、もう人なんか一人いないし、うん、動物もいないし、何にもすることないですよ、電波もないから。でわーって寝てたんですけど、うん、やっぱそういう時にこそやっぱなんか自分との対談ですよね、うん、だって携帯一つあるとちょっとやっぱ自分って変わっちゃいますもん、うん、なんか SNS の自分というか、外的要因がありすぎて、なんていうか本当の自分じゃないというか、なんて言えばいいかな、まあ本当の自分じゃないって言っていいのかな、うん、からけどやっぱそういう風に本当すべての外界からシャットアウトされた自分っていうのは、うん、この日本っていう国じゃなかなか触れられないんですよね、うん、だってどこ行っても電波つながるし、ここだって今ビンビン電波つながってるしねからやっぱりそのアウトドアとかやって、そういった世界にまずはちょっと足を運んでほしいと思う、うん、で本当に一人でなって何もない状態で自分のなんていうかな、素の自分っていうか、なんて、うん、本当なんて言っていいか分かんないけど、うん、邪念がないっていうか、うん、いう自分と出会ってみてほしいなと思う、みんなも。僕、正直言うと自分のことクソやと思うんですよ。本当に。けどやっぱりそういう時の自分は感動するもんね、そういう景色とかで。そんな景色とか感動するタイプじゃないんやけど、やっぱりなんか人間なんだなと思う、僕も。なんかその山は、山もって電波あんまり入んないんですよね。まあ、入るとこもあるんです、うん、入るとこもあるんですけど、まあ入んないんですよ、あんまり。でもめっちゃストーリー上げてますよね。そう、あれはだから終わってから上げるんですよ。あ、終わってから上げるんだ。でそのだから僕山に入るときっていうか、まあ旅するとき基本機内モードなんですよ。ああ言ってましたね、はい、機内モードなので、でもう本当に自分がこう上げるときだけこう電波を取って発信するっていうところで、なるほど、まあ、それはまあ、まあ、一つはバッテリーを維持するためと、あともうなんかいろんな着信を全部一回もうシャットアウトする、それはいいこと、うん、とりあえずもう自分の旅をしているっていう、うんまあ、自分の世界を作っているっていう、そうそうそう、自分の世界を作るっていうのがいいかもしれない、世界を作る。でまあ携帯はもう本当必要な時だけ、うん、だからまあその機内モード解除したらめっちゃ着信あったりするんですけど、だからまあでもそれがなんだろうな、あることで、うん、旅がやっぱり自分もすごい面白いし、その自分の世界を作って旅ができるっていうのが、なんかそれに限るかなと。でもまあ最初はそんなもんなんですけど、うんまあ、これからまあいろいろ僕もこのチャレンジが終わって、まだいろんなチャレンジをやっていこうとは思うんですけど、うんまあ、それをまあなんだろうな、前段階というか、まあ、一つ自分の名前を売るというか、うんまあ、ちょっと知ってもらうっていう、っていう意味で、ちょっと僕は気軽に、なんか、応募してみたら、まあ、通って、うんまあ、今はそのリゾッタを結構提供してもらえるんですけど、うんまあ、でもやっぱり、まあ、けどやっぱり登山の中では、すごいあれ便利なんですよ。そうですよね。薄くて、そうですね、軽いから、めっちゃ詰め込めるそうですね、あれは便利。
だからまあ、モンベルさんありがとうございますね。そうですね、モンベルたくさん。そうだ。まあ、これはでも、これはもともと自分が買ってたやつなので、あ、なるほど、あれなんですけど。なるほど、なるほど。まあ、でもモンベル商品は、だから結構丈夫なんですよね。そうですよね。僕、モンベルはたくさん愛用してるんですけど。なんかこう、山登りしてて、危なかったところとかってありました、今まで。この2ヶ月間で。このチャレンジ中で危なかったと思うところは、登山の中では、登山の中で、まあ、しまなみ海道を歩いているとき、はいはい、途中にも僕はその、一つ登った山があって、はい、でその、わしがとう山っていう山を登ったんですよ。はい、そこは標高400メートルぐらい、まあ、そこまで高くはない山ではあるんですけど、うん、なんかその、その、なんだろうな、まあ、いろんなルートがあって、うん、その中でその鎖ルートっていうのがあるんですよ。鎖ルート鎖ルートって言ったら、登山ではそのやっぱり坂道をただ登っていくだけではなくて、はい、やっぱりその鎖がこう垂らされてて、はいはいはい、そこをこうやってこう登っていくっていうこともよくあるんですよ、はいはいはい、登山の中では、はい、それを鎖ルートっていうのが言うんですけど、はい、そのわしがとう山にはその鎖ルートがあるって聞いてて、うんうんうん、僕はそこに行ったらなんかもう本当になんか絶壁の岩のところにこうただ鎖がタラーンと垂らされてて、はい、だいたい普通のまあ鎖場って言ったら、はい、まあ、鎖はあるけど、まあ、別に鎖使わなくても行けることはないなっていうルートこのぐらいの感じ、そうそうもうちょい、ね、うんうんうん、だからまあ鎖はあったらまあ便利だけどなくてもいいなっていうのが大体なんですよ、鎖場っていうのは。ただもうそこはもう本当に鎖を使わなければ絶対に行けないところで、はい、しかもその足場がないんですよね。足をかけるところがないから本当腕だけの力で本当登っていく。なるほど。結構長いんですよね、本当に、うん、50メートルとかぐらいあったから、はいはいはい、もう垂直で あのぐらいですか、ね、あそこからこのぐらい、ぐらいありますかね。おお。ところをもう本当腕だけの力で登っていくんですよ。登ったんですか。あ、登りました。登ったんかい。で、まあ、自分だけの体重だったらいいんですけど、ざっくり背負うんですね。そうですね。で、特にこういう天白装備って言ったら、はい、まあこれ、まあ、15、6キロあるんですけど、はい、あ、これでも15、6キロ。そうですね。そうっすよね。そうっすよね。テント、寝袋、まあ、マットとか、うん。そうですね。まあ、冬場にやったからちょっと重くなったけど、うんうん、まあ、夏場はもっと軽いんですけど、うんうん、だから、まあ、自分の体重プラスこれを、こうやって腕の力でいくので、うんうんうん、もう腕が本当に疲労するんですよ。そうっすよね。で、もう途中で止まったら、落ちる。もう落ちて死んじゃうので、はい、もう、その時はなんか、火事場のバカ力というか、もう本当に自分がもう、必死になって登った。で登り切った後にこう下を見た時もう絶壁で、あ、これはもう死ぬな、落ちたらみたいなところを登った時が一番怖かったですね。なんかこう人とか動物とかそういうのはなかった？天候とか。天候はそのチャレンジ中は、まあ、強いて言うならそこですかね。マジか。最近の、まあ、標高は1500、だいたい標高100メートル上がるごとに 0.6 度気温は下がると言われてるんですけど、で、まあ1500メートルあるので、まあ、結構普通に10度ぐらい下がる、まあ、そうですね、10度ぐらいは下がるし、うんうんうん、で山の上っていうのはやっぱり風が吹くので、うん、まあ、大体1メートル、はい、そう、体感温度もまあぐっと下がるので、うん、まあ、暴風の中で高岳っていう、まあ、その山の中で一番高い山を登った時が暴風だったので、うん、なんかもう手が本当かじかん で、うんうんうん、でもう本当山頂も立ってられないぐらいの風の中で、うん、もう視界もわからないわけですよ。どっちに進めばいいかっていうのが、うんうんうん、まあ、GPS でその時はもう見ていったんですけど、うんうん、あの時は結構長時間いたら、あ、やばいなって思ったりはしましたね。怖い、まあ、うん、山、自然は ね、怖いですね。自然は本当に、まあ、いつ死ぬかわからない、まあ、だから本当僕も山を登る時は本当にもう、まあ、死にたくはないけど、うん、もう本当に死ぬ気で、うん、あの行くようにはしてますね。ちなみになんか、はい、あ、まあいいや、あとで充電とかも聞きたかったので、じゃあちょっとあのせっかくなんで、はい、もうこんなチャレンジをしてる人が隣にいるんで、どんな装備を使ってるのかちょっと見ていこう、はい、ちょっと場所変えますか、はい、ちょっと上の方に行って、はい、はい、行きましょう。ということで、せっかくなんであの D 君が使ってる装備をちょっと見せてもらおうかなと思います。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。はい。モンベル、これ何リットル？ 40？ これ40ですね。40でいけるんですね。みんなに言われます。40でいけるんや。パツパツですよ。まあでも4、あ、まあ40か、なんか80とかに見えるけど。あー、でもこれ一応、ね、表記あるかな。40って40って書いてます。はい、40ですね。一応40なんですね、これが。素晴らしい。ちょっと見せてもらってもよろしいですか。はい、一応、まあ、あんまりためになるかは分かんない。いや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 、ためになるし、これで実際ね旅してるわけで、はい、これだってこれ以上の装備ないですもんね。今そうですね。今のところこの、10月氷点下2度が
一番最天下だったかな、はい、ここまで全然快適に寝れます。マジか。いや、それはちょっとためになるんで、ちょっと見せてもらってもいいですか。どこから説明するか。一回ちょっと開けます。開けましょうか、うん、それは、マットは、マットはモンベルの、もうすごいだいぶ年季入ってますね。ぺったんこっすね。まあこれ180センチですね、これ。はいはいはい。ただ、なんだろうな、これ結構僕、おすすめだなと思ったのが、はい、180で寝るのもいいんですけど、はい、結構アスファルトとかで寝るときとかは、結構こう、なるほど。持っといて腰に当たる部分が、なるほど。結構こう、出っ張るので、なるほどなるほど。痛いんで、ここだけちょっと、なんだろう。はいはいはい、厚くして。厚くして寝ると、でここはもうザックで。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。ですると、結構快適に寝れます。なるほど。これは結構おすすめです。ちなみにマットはもうこれだけですか？マットはこれだけです、ね。あ、マジか、やりますね。マジか、これだけか。はい、それすごい。もう結構自分は防寒というか、はい、寒さ対策に、結構使ってるので、趣を置いてる。趣を置いてるので、まあ、これは1リットルの水を入れるやつで、はい、まあなんだろうな、シェルというかポリウレタン。ほうほうほう。これ防寒着。僕これ初めて買ったやつで、はい、後ろ見たら分かるんですけど、俺自転車用のやつなんですよ。はあはあ、本当だ。だからあまりこれ登山で向いてるかって言ったら分かんないですけど、まあ、これは僕結構愛用してるんで、もそのまま持ってきて。なるほど。で、これがソフトシェルですかね。はいはいはい。モンベルのソフトシェルで。それもアウター一番外に切る。いや、これまだ2枚目だ。まだまだ。そうですよね。だってめちゃめちゃ持ってるんで。これ今半袖長袖、はい、これ着て、はい、なんだろうな。で、これは安いレインウェア、はい、ホームセンターで買ったやつなんですけど、はいはいはい、これも言ったらウィンドシェルみたいになるんで、うん、レインウェアはいいっすよね。結構やっぱいろんなところで、うん、防寒はもうレインウェアが一番最強ですから。最強なんですよ、うん、でプラス僕はこのモンベルのもう一着、はい、レインウェアを持ってるんですけど、レインウェアを2着僕は持っててだから結構ここはなんだろうな真似しない方がいいのか分かんないけど。そうすか。でもやっぱレインウェア2枚重ねて着ることあります？もう夜はめちゃめちゃ着込むんですけど、はい、ダウンもあるんですよ。そうですね、ダウンがないと無理ですもんね。ダウン、このオレンジを着て、そうですね、一旦着てもらえますか、じゃあ。はい、もう寝るときは山の上で寝ることがあるので、はい、山の上はもう本当今の時期でも氷点下行くので、うん、かなり寒くなるんですよね。もう下のここで寝るのとはまたわけが違う、はい、そのオレンジが自転車用のオレンジですね。はい、まあ、結構これを愛用しているので行きます、はい、でこれを着て、それがソフトシェル、はい、ソフトシェルを着て、でこれがなんかそのいいか悪いかはわからないですけど、僕なりに、うん、まあ、今のところいけてると。で今のところ氷点下2度は全然余裕です。でこのレインウェアをここで挟んで3度いて、でこのこれで、そうですね、自分の体温も逃げないし、逃げないようにする、防風もできている。そう、防風もできる。ここでダウンジャケットですか？ここで僕はダウンなんですよ。なるほど。ダウンも着て、そうですね、ダウンはどこのダウンですか？これは実はモンベルではなく、これもらったんですけど、あ、コロンビア、コロンビアの、はいはいはい、ダウンです。だからこれで何枚目？これで、一番下まで含めると半袖、長袖で、オレンジ、黒で、レインウェア、で、ダウン。で、ダウン。で、この上に、僕はもう一つのレインを挟んだ、着て、はい。で、完成ですか？完成です、僕、夜は。おー。中は、ほう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 。なので、あと、この首の、ネックウォーマーもしますけど。あ、それがじゃあ、外なんですね。これがもう一番そうです。なるほど、なるほど。で、そのレインウェアが外なの。あ、なるほど。ダウンの、このダウンの上にこれを着るみたいな。なるほど。これがだからいいか悪いかは分からないです。ただ自分なりに。でもいけてるもんね。ます、うん。マイナス2度は全然余裕です。パツパツじゃないですか、もう。です。ただまあ、テントの中では別に動きにくくても、ああ、そうですね。全然いいので。あ、ちなみに、パンツの方はどうなっている？パンツは今のところこれ、ズボン。これだけで。はい。あと、これモンベルの、これはモンベルの。ズボンです。なんか登山用かなんかのですか？一応登山用なのかな？登山用か。まあ、普通の、はい。普通の、はい。
まあ、登山に適していると思います、うんうん、下ははい今着てるもの含めて3枚とあの、これもレインズボン、それはホームセンターの、これは安いやつで、ほうほうほう、まあ、とモンベルのレインパンツ、はい、多分それも同じの持ってるかもしれない、あ、ほんまですか、はい、これはこれを着て逃げます僕は、え、順番はどういう風な順番で、一応ここはもう僕あんまり足はそこまでこう冷えないというか、まあでも登山中はやっぱ動きますからね、そうですね、まあ、登山してる時はもうこれは履かないんですけど、はいはいはい、寝る時、ああなるほど、もう履いて、逆になんか僕思ったのはなんかいわゆる捨ててこみたいな羽毛裏起毛みたいなやつがないんだと思って、まあ、裏起毛とかは今のところ持ってなくて、はい、まあ、なんだろうな、ちょっとかさばるというか、はあ、かさばりますね、はい、確かに、まあ、自分は足はそこまで寒さを感じないぐらいというか、なるほど、登山中は逆にもう暑くなるんですよ、そうですよね、登山中はもう本当だからこういうのは全然着ずに、今の時期でも、はい、半袖になることもありますし、ね、着るものはこんな感じで、だから 1,2,3,4,5 枚、うんうん、まあまあ今着てる、まあこれはまあ肌着として5枚を着てるっていう感じですね、で下は今入ってるものプラス、うん、まあ、最大2枚っていう感じですね、なんかこれ寝袋とかテントとかも知りたいなと思うんですけど、はい、モンベルドを使ってるんですけど、はいはい、これはまたちょっとフェルトっていうのでまたちょっと別になるんですけど、はい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 、モンベルのステラリッチ1、はい、のテントを僕は使って、あ、出さなくていいですよ、大丈夫、そうなので、はい、テントはステラリッチの使っ、ワン、一人用ですね、はい、を使っているのと、あとグランドシートと、グランドシート、ペグ、あとペグ、ロープとロープ、はい、とこれが一応あの、あれです、フライ、はいはい、フライになります、専用のやつですね、専用フライです、はい、で、これがモンベルの寝袋の、シャーク3、ダウンハガー、ダウンハガーです、はい、ダウンで、一応これが、設定では、まあ、快適に寝れるのは5度、うん、で、まあ、中間リミットが0で、うん、エクストリームがマイナス15度、はい、ですけど自分はそこにこれはなんかおっとわからないですけど、でも自分はこれすごいいいなと思うのが、それはフェルトっていう、これ一応テントにもなるんですよ、あれですよね、そのステッキみたいなやつ で、はい、テントになるやつ、はい、あのスタックを使ってテントにもなるので、まあ、例えば結構山の上ってこう風がすごいビュビュ吹いて、はいはいはい、ポールがパキンとか折れたりですよね、はい、で、まあ、ポールをあの補強するというか、ああ処理一応あるんですけど、はい、まあ、もう本当何かしらでこうテントが使えなくなった時でも一応これを使えばなるほど、もう一応できる交換は、はい、テントにせずにテントの中でテントの中で、まあ、結露、まあ、特にこの時期、はい、結露して、はい、寝袋特にダウンとかも入れちゃったら一気に保温力もう無理ですからねなくなるので、これ今シュラフカバーっていうのが本当はあればいいんですけど、はい、今はこれで代用してます。え、ちょっとどう使うか見せてもらっていいですか、はい、あ、寝袋は大丈夫ですけど、はい、寝袋に入ってるって仮定して寝袋に入って、はい、で、いやもう普通にこうボンってかけて、あーおーでもうあーなるほどな、もうブルーシートみたいな感じでここあーなるほどなるほどなるほどでも夏場とか、はい、夏はいらないか、本当でも本当この10月の半ばぐらいまではずっと僕これだけで、ああなるほど、確かにそれはそれでいいかもしれないですね、うん、でまあちょっと寒くなってきて、まあ、これを使って、はい、でプラスこれをやることで、うん、結構ぬくくなるし保温です、ね、結露も防げる、ちょっとこれ糖質性もあるやつなので、あ、これどこのセールットなんですか、これはオクトスなんかない気がします、なさそうですね、ない気がしますね、まあ、ちょっとこれ知りたいです、でも、うん、オクトスオクトスの検索してみよう、確か普通に買ってた、あ、これですね、おっと、どこのメーカーなんですかね、僕はこれはネットで買いました、安いやつですか、いやでもモンベルのテルトよりは高かった、あ、本当ですか、じゃあだいぶいいやつなんですね、5000ぐらい、あ、モンベルのがもうそんぐらいか、はいはいはい、まあ、大体同じぐらいの値段、なるほど、おお、なるほどね、はい、まあでもそのいわゆる、アウトドアっぽくその、うん、1つだけの用途じゃなくて2つで使えるみたいな感じ で、ね、やっぱりいろんな面で使えれるっていう、これ考えましたね、なんかまあテントにもなるし、うん、シラフカバーにもなるし、なるほど、うん、まあ、うん、そうですね、緊急の時は、はい、え、質問いいですか、寝るとき、山の上で寝るときもダウンハガーだけなんですか、このこれを着てでダウンハガーだけ着て、あ、山の上はそうですね、もうこれ全部着て、はい、でダウン、でも
マイナス2度でも僕はまだこう、くるまってないですね。もう足だけ入れてるだけ。だから、なんだろうな、ね、なんて言ったらいいですかね。はい、これがこのダウンハガーだったら、はいはいはい、だからもう完璧に切るなら、はいはい、なんだろうな、ここも、はいはいはい、なんか、まあ、こういう状態になるんですけど、はいはい、まだ僕は歩きとったら、マジで言ってんすかそれ。これで寝れます。マジか、そんな暑いってことですか。うん、なんか別にまあ暑くはないけど、まだ全然ここまでしなくても快適にマイナス2度ぐらいなら、これ来たら、はい、うわそれすごいっすね。なんかまあそれは多分その個人差というか、いや僕実はめちゃくちゃ寒がりで、そのマットそれだけって聞いてビビりましたもんね。やっぱ背中から地面からが一番奪われるから。首は確かにありますけど、まあ、まあ確かに個人差はあるかもしれないけど、ね、個人差は、ダウンハガーだけなんだ。でも3番で、そうですね、まあ、でもこっからまあその厳冬期になってきて、はい、その雪山も行くってなって、まあ、マイナス何十度の世界ってなった時に、はいはい、どうなるか、どうなるかなって思いますけど、まあ、もう今のところ全然快適。おお素晴らしい。全然。ちなみにそこにあるあのリュックの横のとことかもちょっと教えていただけたら、はい、こちら何のポール？ああ、その、このステラリッチか。ポールです。で、これは、もう、非常食、まあ、行動食ですね。柿の種。こう歩く。ピーナッツはいいっす、今ね。そうですね。ナッツ類とか、うん、こう、カロリーを取りながら、やっぱり歩いてると、止まって、でしたらもう距離が伸びないので、うんうん、歩きながら何でもするっていうことが大切なので、もう心につけてます。食べながら歩く。なるほど。で、あとはですね、ろ過器、これは僕も全く同じものをオーストラリア使ってたので、はい、有名ですね。やっぱり山に行くと水が貴重なので、山水とかをここで汲んでろ過して飲むっていうので、うん、はい、でまあ、これも、まあ、予備のペットボトルですね。あとは紹介できるのはこれモンベル、結構僕これおすすめなんですけど、はい、そんなラジオ機能型ラジオ、はい、モンベルのやつなんですけど、はい、まあ、もちろんラジオという機能もありつつ、はい、まあ、ライトという機能もありつつ、はい、携帯を充電できるんですよね、はいはい、ここで、はい、であと自家発電ができるっていう、まあ、いろんな機能があるんですけど、はい、まあ、これ持っとくと、あとソーラーもあるので、はい、それでスマホ充電できるんですか？一応これも一応スマホが充電できます。モンベル？モンベルです。なので、まあ、例えば山とかに入った時に、はい、電波が入らなくて、うんうん、なんか、まあ、結構天気とかも変わるじゃないですか。はい、時に、このラジオはこう、電波取ったりするので、うんうんうん、こういうので情報収集したりしながら。なるほど。1124746です。はい。すごい。これ結構コンパクトですね。コンパクトで、うん、まあ、軽いし、まあ、非常事態の時とか、まあ、いいかなと思います。なるほど、うん、そういうの知りたい。もっとあとは、まあ、こういうのは怪我とか、まあ、はいはい、ファーストエイド、歩いてると、はい、絶対毎日豆ができて潰れるので、まあ、なんかいろんなバンドエイドであったり、テーピングであったりとか、まあ、そこら辺はまあ基本中の基本ですね。で、まあ、入れてます。ちょっと見てもいいですか。バンドエイドとテーピング、あ、バンドエイドテーピング多いですね。そうなんですよ、結構まあ、もらいもんとかもあって。なるほど、まあ、最近は豆が硬くなってきたのであんまり使わなくなったんですけど、はい、で、あ、手袋向こうにあるんですけど、これが一応厳冬期の時に使おうかなと思っている手袋です。はい、モンベルの手袋です。1118361ですね、うん、はい、です。寝る時の？寝る時は今んとこ使ってないですね。ただ、まあ、登山中とかだったら使おうかな。なるほど。って感じです。あとはこれですね。はいはいはい、まあ、もうモンベル、はい、モンベルの900ミリのボトルです、はいはい、これがあるとやっぱ山の上でさ、あ、めちゃめちゃこれ活躍します。これただの水筒ですか？いや、これ魔法瓶、はい、高いのを、まあ、キープしてくれる。ああなるほどなるほど。じゃあその沸かすやつとかも入ってる、まあ、一応入ってはいるんですけど、山に行ってなんだろうな、山の上寒いので、はい、沸かしてる時にもう体が冷えてしまう、はい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 、意味がないので、はい、その時にもさっとこうお湯が出る。なるほど。そのお湯はいつ？まあもう大体登山前、入る前とかその前日ぐらいにも沸かしといて入れておく。なるほど。
でも、暖かいままですか。そうですね、もう次の日でも全然暖かい、まあ、ちょっと沸かせばもうすぐ沸く。なるほどなるほど。のでだからもうこれあると特に冬場はかなり重宝します。900ミリリットル、これ900です。なるほど、900ミリです。もう、スイートあるんだ。そうですね、これはでもかなり登山では重宝します。なるほど。あとザックカバーですかね。はいはいはい、雨の日でも雨の日でもまあザックで、これは僕50から75リットルのやつ、はいはいはい、してるんですけど、これ40ですもんね。これ40でもやっぱりこう、そうですよね、挟んだり、うん、磯付けするのでちょっと大きめに作って、はい、用意してます、はい、どこの、ここカリマ、あ、はいはいはい、わかります。カリマのメーカーです。あ、でもカリマのやつ、そこにレッドボトルのやつがあるんですね。それ便利ですね。これですか。はい、あ、そうです、これでもうそのまま入れれるんで。なるほどなるほど。これはなんか寝るときとかに結構これも防寒になるんですね。膝掛けとかすると防寒できるんで。なるほど。ちょっとこれ使い道があります。なるほど。ソーラーとはいえど、でもそんなにソーラーで充電はあまりできない。あ、モンベルの。モンベルです、一応モンベル。へえ。一応ここぶら下げてたら、はいはい、こう日が当たるときは充電できるので、ぶら下げモバイルバッテリーってことですね。モバイルバッテリーです。じゃあ防水とかなんですか、これは。まあ、防水ではないので、あの濡れてるときはもう全然中に入れたりするんですけ ど、もう入ってるときはそうです。スマホの充電はそれだけでやってるんですか。いや、スマホの充電は僕モバイルバッテリー3つ持ってて、スマホの充電は一応、はい、アンカーですね、多分あって、エリコム、エリコム、エリコムの充電、この3つで一応携帯を、はいはいはい、まあ、そのモバイルバッテリーはどうやって充電するんですか。これは、充電はコンビニとか、ふんふん、あの、まあ、イートインコーナーとかには、あ、なるほど、イートインコーナーですね。なるほどなるほど。そういうところとかにアダプターとかも持ってるので、なるほどなるほど、挿したり、あと、まあ、なんだろうな、いろんな、結構こういう旅をしてると声かけてくれて、はい、止めらしてくれたりすることもあって、はいはいはい、そんな時にも、まあ、まとめて、なるほど、やってもらって、まあ、でも使用頻度そんな高くないですからね、スマホが。そうですね、まあ、そうですね、この時期は全然寒、あの、あれなので、1万50ミリアンペアアワーが2個で、5000ミリやったかな、5000ミリ、ちょっと失礼します、4000ミリが1個ソーラーで、うん、なるほど、うん、で、あと、まあ、これでも充電するんですけど、はい、これにここをつなげてこれで充電もできる。なるほど。スマホは直接充電できなさそう、できるんですか、それ。これですか、はい、あ、これもスマホ一応あのつなげて回したら充電もできます、はい、それでも割とそれめっちゃいいんですね。めちゃめちゃ便利です。 FM、AM、いけるんですか。FM、 あ、いけそうですね。 FM、 AM、 いけるんですか。ちょっと買おうそれめっちゃいいです。めっちゃいいそれ。あとなんか特別なものとかあります。あと服とかですよね、多分。距離器とかですか。あ、いる、欲しい。いる。アバナーがこの中に。調理器具。調理器具。モンベルですね、それは。これモンベルで、でこれまあ箸で、はい、で、はいはいはい、この中に一応ラーメン。ラーメン。これはもう本当非常の時に食べる用と、はい、プリムス、まあ。プリムスのバーナーを。そのバーナー気になるな。やっぱ山の中で使うバーナーやから、何の使ってんだなと思って。はい、なるほど。これでお湯沸きますか、その山の上でも。あ、そうですね、もうこのオーディ缶だと割と山には沸きやすいです、はい、CB 缶だと無理無理、多分火つかないんじゃないですか、多分全然火がつかないので、うん、もう山登りするなら絶対にオーディ缶にしてください。で、まあ、これつけたらもうそれ、厳冬機用の、これは缶はレギュラー。あ、レギュラーですね。レギュラーなので、ちょっともうこの時期になってきたらちょっとそろそろ、なるほど、でもうこの時期になったらちょっと、はい、なるほど。あの、パワーが、お箸はそれはモンベル、なんか折りたたみとか、これ折りたたみの、折りたたみというか、これがこう回して、なるほど、つけて、僕ですね、さっきスノーピークでも全く同じのことがあって、はいはい、ただですね、シンプルですね、調理器具は。もう本当に、だから、まあ、じゃあクッカーも1個だけ。そうですね、クッカーでも本当お湯を沸かすぐらいしか使ってないですけど、何リットルかな、1リットル、800って書いてあるけど、まあ、1リットルですね、多分それね。1リットルぐらいですね。ぴったし1リットルですね、はい。1リットル入ると思います。よくモンベルで売ってるやつですね、それはね。そうですね、これが。アルミの。これが、ちょっと、登山向きかというと、そう、あの、注ぎ口がないんですよね。なるほど、なるほど。だから、ちょっと、今すごい困ってるのは、はい、ここで沸かしたお湯をここに入れると、ああ、なるほど。注ぎ口がないから、ちょっと漏れちゃうから。なるほど、なるほど、なるほど。注ぎ口があるやつの方が、いいかもしれない。なるほど。すげえいいこと聞いた。じゃあそれ1個でこれ1杯ぴったしってことですね。ぴったしですね。なるほど、なるほど。
ただぴったしもうパンパンになるので入れるときにちょっとこぼれるから、なるほど、注ぎ口がある方がいい。なるほど、いいこと聞いた。あ、もうこれは紹介しときたいっていうのが、はい、お、何ですかそれは。これですね、もうリムバー。ああ、はい、ポイズンリムバー、はい、リムバーはやっぱり登山では必需品かなって思う。なぜ登山で、あ、虫とか、虫、まあ、もちろんその、はい、蜂、特にこの時期、あ、なるほど、あのスズメバチが活発になる時期で、はいはいはい、なるほど、こう歩いてると刺されてしまう、まあ、僕の友人もそれで刺されたことがあるんですけど、うん、あとはまあマムシとか、なるほど、のに噛まれた時に非常用として毒を抜く。 なんか僕もよくポイズンリムーバーのこと聞かれるんですけど、うん、まあ日本で普通にキャンプツーリングとかいらんかなと思うけど、うん、日本一周とかやったらちょっとまあ持ってて北海道とか行くならなおさらいるかなと思うけど、やっぱ山やったらいる。山はもう、うん、マムシ普通にいますからね、まあ、なるほど、スズメバチもブンブン飛んでるんで、なるほどなるほど、普通に多分だからやっぱ普通にキャンプするよりはリスクはあると思うので、うん、そこはやっぱりリムバーっていうのは持ってった方がいいと思います。なるほど、はい、今まで使用したことは、使用したことは僕の友人が一回スズメバチを刺されたので、よかったです、その時に使用したの。僕はまだ自分自身使ったことはないです。はい、ということで、D 君に荷物のこととか教えてもらったんですけども、なんか最後に、なんか夢持ってる人とか、はい、まあ、この動画を見て、この動画に行き着いた人って、なんか D 君と同じようなことをしたい人とか、多分いると思うんですよね、はい。なんかそういう目標があったりとか、夢を追いかけてる人に、なんかこう、メッセージとかあれば、聞きたいなと思うんですけれども。はい、そうですね。まあ、とりあえず、もう、やりたいことがあるのであれば、もう、何を置いても、いろんなしがらみがあるかもしれないけど、そういうのはもう全部取っ払って、本当にやりたいことに、うん、すみません、もう一回いいですか。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、はい。自分のタイミングで、はい、なんぼでももう時間もあるんで、はい。やりたいことがあるなら、もう誰が何と言おうと、もう本当にやるべきだと思います。僕もこのチャレンジをする上で、もういろんな人に反対されましたし、もう親も絶対行くなって、もう言われたし、けどもう自分が行きたいから何言われてももう絶対に行くんだっていう気持ちがあったので、なんだろうな、もうそういう気持ちがあったら人間何でもできると思うんですよ。もう死ぬ気になれば何だってできるので、本当やりたいことがあるならもう仕事何でもでも何でもやめて、もうやりたいことやってください。その方が人生は100倍楽しいです。素晴らしい。ということでね、D 君で、ありがとうございます。今日来てくれて本当に。ありがとうございます。めちゃくちゃ本当に参考になったと思います。装備のこととか。なんか、D 君の、インスタグラムとか概要欄貼ってていいですか？はい、お願いします。なんかもし D 君と同じようなことがしているので、あれしたいと思っている人がいれば、D 君の方にメッセージとかも大丈夫ですか？全然。なんか結構来るらしいですよ。僕のところ出演した人。あ、ほんまですか。ぜひぜひ人気にしてください。人気になってください、そして。はい。ということで、今回のゲストは D 君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。